佐藤光は日本の男性プロレスラー、総合格闘家。本名、佐藤博明。岡山県岡山市出身。パンクラスミッション所属。岡山学芸館高等学校卒業。弟はインディゴラエンドのドラマー、佐藤栄太郎。中学では陸上部に所属し、砲丸投げを行う一方で、3年時に相撲で県3位に入賞。 高校ではレスリングで3年時にフリースタイル、グレコローマン 70kg 級で全国大会3位に入賞した。ミノワイクヒサの試合を見て触発され、数々のアマチュア大会を経て1999年5月に名古屋で行われた入門テストに合格し、パンクラスに入門した。2000年2月27日、パンクラスデビュー戦で渡辺大輔と対戦し、判定負け。 2001年5月5日、パンクラスで、長男両と対戦し、判定勝ち。2003年9月23日、デモリションで行われた、デモリションミドルウェイト4面トーナメント1回戦で、富山新平に TK を勝ち。2004年1月18日、デモリションで行われた、デモリションミドルウェイト4面トーナメント決勝で、中村大輔に判定勝ち、優勝を果たした。 この試合は、両者の怪我の影響で二度延期されていた。試合後、リング上で、パンクラス無差別級王者女子バーネットに、戦々復刻した。2005年1月30日、第2回プロアーマーオープンキャッチレスリングトーナメント 100kg 未満級に、出場。決勝で、内藤聖也に判定勝ちし、優勝を果たした。2007年11月25日、 格闘王国ライブ2007で、プロレスリングエルドーラドのゴート総合格闘技ルールで、対戦し、引き分けに終わる。12月22日、パンクラスで、ジョシュ・バーネットとキャッチレスリングルールで対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2008年3月10日、パンクラスイズムから、鈴木ミノルが所属する、パンクラスミッションに移籍。プロレスのリングへの参戦を表明し、 5月24日の DDT プロレスリングのハードヒットでデビューした。若手時代にネオブラッドトーナメントでバックドロップやスパインバスターを繰り出したこともあり、もともとプロレス志向が強かった。2009年11月29日 DDT 後楽園大会において、ウア世界6人タッグベルトを獲得、自身初となるプロレスタイトルとなった。 2010年2月28日、初の自主工業でもある、佐藤光デビュー10周年記念工業、ベストスナイプ変態狙撃祭りを新宿フェイスにて開催。2010年7月3日、ZST バトルハザード04で、渋谷終身の引退ラストマッチで対戦し、ストレートアームバーで一本勝ち。2010年7月25日、全日本プロレスに初出場し、2010、 ジュニアヘビー級リーグ戦の開幕戦にて、山と博を相手に投げっぱなしジャーマンにより勝利。メイド服を投げ捨て、デッドオアライブの試合を体現した。2010年9月29日、紅白プロレス合戦にて、第2代世界佐藤級王者となった。2010年9月30日、中澤マイケルとのコンビによる、変態、ランが、自主工業である、変態、ラン工業 R 指定だよ。 全員集合で、人よ限りの復活。バラモン兄弟を相手に変態的な試合を尽くすも、バラモン州のゾンビキングにより敗戦。だが、興行は大変態コールで包まれる大盛況となった。2010年10月7日、DDT プロレスリングが、プロレス業開発の試みである DDT48、総選挙を行い、498票を集めに、となった。 ちなみに1位の男職 D のとは14票差であった。9月30日に行われた、変態、男工業での実績と、ユーストリーム放送、佐藤光のアイラブ、弱調ク,クリニックでの大切りなどによる選挙活動が報われた。目的の1位特典の子 D 無差別級長選挙権は、手に入れ損なったが2位入選と意気込みを評価され10月24日に、 イブシコータとのシングルの機会を与えられこれに勝利、その後のアピールが認められたため11月14日にコティ無差別級挑戦が決まった。2010年11月14日、DDT 大阪大会にて開催されたコティ無差別級選手権試合において王者、原島に勝利し、ベルトを獲得するが11月28日の後楽園ホール大会にてディック統合に敗れ、 ベルトを失った。2011年8月28日、DDT 後楽園大会にて師匠である鈴木とシングルで対決を行った。僕はパンクラスで生まれましたが、育ったのはここ DDT のリングです。僕のホームリングで一気打ちしてください。と対戦要求しての試合は、ゴッチ式、パイルドライバーで、鈴木が勝利した。鈴木からは、 ファンクラスにいた時よりよっぽど良くなったじゃねえか。DDT 好きなんだろ大事にしろよと温かい言葉をかけられた後、ガットショットをくらい投げ捨てられた。2011年9月29日、DDT プロレスリングが行った第2回 DDT48 総選挙にて、2位の飯伏せと169票差をつけての堂々の1位となる。賞金の100万円は、 こいつだけには負けたくないって人が選挙中に怪我をしました。次に戦うとき、怪我のせいで負けたとか言われたくありません。二度と同じところを怪我して欲しくないので、この100万円は返還してその人の治療費に当ててください。と DDT に返還。その後、DDT 社長である高木三四郎に、総選挙1位になったご褒美として白をくださいと実起訴し、DDT のブランドであった。 ハードヒットの権利を譲り受ける。2012年1月28日、パンクレイス2012プログレスツアーにて、約3年ぶりに、パンクラスのリングに復帰。第11代、KOP 決定1デイトーナメントに出場するも、一 k 相手に、判定負けで1回戦で敗退した。2012年3月22日、佐藤自身のプロデュース工業であり上となる、ハードヒット付きになる。 男たちを開催。現在進行形の優として、田村清氏も来場する中行われた、本工業にて後輩であり、当時バンクラス社長だった、河村亮と対戦。満員の観客の中、試合は、河村のグラウンドからの手のひら底連打で、レフェリーストップとなった。2014年1月、DDT プロレスリングとのレギュラー契約を満了。その後も DDT には、 鈴木の参戦時出展するパイルドライバーの売店に現れることもある。同年2月、全日本プロレスのユニット、エボリューションに加入。一時離脱はあったものの、スワマに次ぐ子さんである。2016年10月2日、ハードヒット、ベストオブスーパーグラバラースにて、鈴木秀樹と対戦。2020年現在は、ジュニアヘビー級の選手として全日本プロレスに、 フル参戦するほか、主催工業である、ハードヒットを年数回開催している。2020年12月27日、佐藤光デビュー20周年記念試合として、グラップリングルールで、鈴木実ると対戦し、逆エビ固めで敗北。現在は主にネット上で、コラムの連載を複数抱えていて、この他にもファンクラブ用の原稿や、単発の仕事なども含めると毎週膨大な量の、 原稿を書き、格闘技の傍らそれらの締め切りに追われる日々を送っている。2004年10月12日、パンクラス高楽園ホール大会での出来事であった。この日の第4試合、ユーファイルの佐々木京介と対戦し、ドローで終了した。マイクを持った佐藤は以下のように鈴木を挑発した。今日はご来場ありがとうございました。 僕は今日、同じこのスネ当て付けて、ユースタイルからやってきてくれた、佐々木選手と戦うために、ここにいました。さっき本人には言いましたけど、今日は、引き分けだったけど、これ、必ず続きがあるってことだから。と言い、ユースタイル参戦を表明したが、そして僕はもう一つ、ある人に挑戦状を叩きつけに行きました。鈴木みのる。いいか、どこにいるかわかんないけど、よく聞いとけよ。 俺はパンクラスに入って、誰よりも、あなたの近くにいました。一年ちょっと前、ライガー選手と戦って、感じるものがあるから、俺は埋葬して新日本プロレスに、本当の戦いをしに行ってくるって言いました。だから、僕はずっと鈴木さんについてやってきましたが、最近の鈴木さんを見ていると、あれが、本当の戦いですか鈴木さんは相変わらず強いですが、今まで研いできた刀は、 パンクラスのリングで使うためにあるんじゃないですか磨い出ない、切れない刀は、ただの手伝。なんで、パンクラスの若手とは戦ってくれないんですか ?NK ホール、第1試合、これつけて僕と戦ってください。以上です。ありがとうございました。そして、佐藤はリングを降り、アリーナを出て、バックステージの通路に入ろうかという、その時、不敵な笑みを浮かべた鈴木が現れ、 佐藤に襲いかかった。すぐにその場に居合わせた、近藤らが鈴木を抑え、なだめられ奥に消える鈴木だった。無然とした表情で立ちすくんだ佐藤は、その後、反対側の控室に向かうため、一旦アリーナに戻り、絶対やってやるからな、と絶叫し観客を熱狂させた。その後のインタビューで、佐藤は、僕は、 鈴木さんのやっているプロレスも戦いだと思います。僕のやっていることも戦いだと思います。プロレスや格闘技をジャンル分けする必要はありません。気持ちです。ライガー選手とやった時はずっとパンクラスで、どんな時も、どんなに背中丸めても下向いても、必ず次の日は正面向いて胸張って歩いていた。鈴木さんが最近、ライガー選手とやった時と同じ刺激に飢えてるんじゃ。 ないかと思います。たとえ、鈴木さんがそう思わなくても、長年鈴木さんの横にぴったりついていて、誰よりも怒られて、誰よりも言葉もかけてもらっていると思う。同情状でもなければ、一番強いチャンピオンなわけでも、ないけど、それでも声をかけてもらってる。俺にはわかる。誰がどう言っても、俺が見た、鈴木さんは、今の鈴木さんは飢えてる。もう今、伝説ですよ、鈴木さん。 このままじゃ、本当に生きるパンクラスの伝説。鈴木さんは伝説なんかじゃない。ずっと生きてる。それを確かめたい、感じたい、戦いたい。と語った。この事件により、鈴木は3ヶ月間の10%減法処分を受けたが、佐藤と鈴木の指定関係はこの事件後にさらに、良好なものへとなっていき、2005年5月1日。 パンクラスのリングで鈴木とエキシビションマッチで対戦した。2013年11月1日に新宿フェースで行われた高道のクアンド大地自主工業において、半鈴木軍同盟 X としてリングに上がった。半鈴木軍同盟と名乗った理由は、鈴木実オフィシャルネットショップパイルドライバーの仕事が忙しいからである。対戦カード師匠である鈴木と、 同じく基本的に大技を用いることはあまりないものの、オーソドックスな打撃、関節、投げ技のみで試合を組み立てられる試合合合者でもある。また、技なに、こだわりがあるらしく、誰も知らないような新技を使わない限り、新たに名前を付けるということはしたくないと、佐藤は語っている。ありがとうございます。